はい、こんにちは。マイボーティングメソッド秀丸です。今日ちょっと、船の流し方っていうやつやってみます。で、流し方、まあ、大きく言ってね、3種類あるんで、今日はそのうちのドテラ流しっていうことをやっていきます。はい、ということで今日は釣りに来ててドテラで流していくんですけど、前一度ね動画の方でアンカーの打ち方っていう動画出してるんですけど、あれはまあかかり釣りって言って船固定して釣るやり方です。で、まあ、やっぱり限度があって、例えばロープを 100m 積んでるんだったら大体 30m 水深 30m ぐらいしか打てないっていう限度があるんですね。で、今日やるのはアンカーを使わない釣りっていうことで、流し釣りやっていきます。で、今日は一番簡単なね、ドテラ流しっていうものをやっていきます。はい、じゃあ、早速、まあ、ドテラで、釣っていこうかなと思うんですけど、今日は今この辺だとね、だいたい風速が3メーターぐらいかな、3メーター4メーターぐらいですね。で、ドテラ流しが使えるのはだいたい風速5メーターぐらいまでです。ということでちょっとやっていきましょう。で、流し釣りで釣るんであれば、まあ、基本的にどんな釣りでもできます。今日は平場でやっていきますんで、じゃあちょっと流し釣りをしていきましょう。で、風はですね、今ちょっと前の方に風緑ビニール袋で即席で作ったんですけど、それで風の向きを見てください。ということで流し釣りやっていきます。はい、で、まあ、ドテラ流しっていうのは基本的に何もしない釣りなんですね。風が流す、で風が吹いてくる、それに合わせても船を流すだけです。なのでここら辺ステアリング周りとかは一切触らない釣りになります。で、まあ、一番のメリットですねは、船長が、釣りに集中できる、操船しなくていいので、楽に釣ることができます。で、船によるんですけれども、 SRX 自体は、風に対して90度直角に、船が向いてくれるので非常に流し釣りはしやすい船になります。で、対して少し古い船ですね、2000年より前の船が多いんですけど、そういった船はどうしてもケツが、友の方が風上に立っちゃう、まあ、いわゆる風に立ちにくい船っていうのはあるんですけど、まあ、そういったのもあんまり気にせずにもう、操船をやめてしまうっていうのがもうドテラ釣りになります。で、注意点ですね、風に対して90度向く、こういった SRX のような船、あと YFR なんかもそうなんですけど、そういった船は風上側に、エンジンを切ってやる、ハンドルを切っておいてある、風上にハンドルを向ける、そうすることで綺麗に釣ることができます。はい、で、注意点が少しあって、まあ、やっぱり風任せ、潮任せになる、まあ、操作できない釣りなので、ひどい時はまあエンジン切っちゃうんでね、意思が入らない釣りになるので、今日はすごく釣り場が空いてるんでいいんですけど、密集した場所、例えばタチウオの時期だとか、あと青物の時期っていうのは結構船が密集するんですけど、そういったところではドテラ流しっていうのはちょっとマナーを考えた方がいいかなと、まあ、やっちゃいけないことはないと思うんですけど、まあ、少し迷惑にならないように周りに気をつけながらやっていただければいいかなと思います。はい、で、どうしても風任せの釣りになるので、ラインがずっと出ていきます。で、ラインをまあ出していく釣りになるので、潮止まりなんかも斜めに引いてくることができるっていうメリットもあります。で、こうやって仕掛けを何回か落としていって、まあそうですね、ラインが45度以上の角度がついてしまえば一度ピックアップして、で、もう一度手元から、仕掛けを落としていく、そんな感じの釣りになります。
といった具合で今日はちょっとね、あのドテラ流しの釣り方をやってみました。まあ、あとはいろいろ流し方あるんですけれども、また別の動画で上げようと思います。ということで、あの今日もご視聴ありがとうございました。まあ、よろしければチャンネル登録していただければ、励みになりますので、よろしくお願いします。